パリオリンピック五輪に挑むサッカー女子日本代表なでしこジャパンが8日、走行試合ガーナ戦13日、金沢5号カレースタジアムに向けた合宿を千葉市内でスタートした。能登半島自身の復興支援を兼ねた一戦、金沢市出身で元日に実家で被災した DF 北川光27は、パワーを届けられるように、勝って思いを届けられたらと決意した。 中学、高校は JFA アカデミー福島で過ごし、11年の東日本大震災は福島の寮で被災。なでしこの女子 W 杯ドイツ大会優勝が何よりの励みになった。五輪代表に選ばれた今、今度は自分がそれをやる立場、と責務を自負する。今年1月の地震から1ヶ月後、父の建物調査の仕事を手伝うためのと訪れた。本当に悲惨で。 家も崩れて危険と判断された赤い札も見ました断水は終わっても復興は進んでいないと話す時が経つにつれ人の記憶は薄らぐだからこそ自分自身を含めて発信してやれることはやりたい B リーグを終え自主トレーニングと並行し積極的に取材も受けた被災地からパリへ五輪でも左サイドを活性化できるようにやりたい 金沢のスタジアムも観客で埋まってもらいたいし、見て何か感じてもらいたい。地元に希望の光を照らす戦いを続ける。